で、僕も昔エレドラを叩いたことがありまして、その時はラバーパッドだったんですよ。なんですけど、やっぱりこのメッシュパッドって昔はすごい高級機種にしかないっていうイメージがすごく強くて、手に入りやすい価格帯でこのメッシュパッドも採用されてて、これから始めるドラムを始めてみたりとか、家でもちょっと触ってみたいっていう人にはすごくいい機材なんじゃないかなと思いました。で、メッシュパッドってやっぱりラバーだとリバウンドの質が変わってきたり、結構音も大きくなってしまったりするんですね。自分の好みのリバウンド感に変えれるっていうのが結構利点になってまして、リバウンドの感じも結構生のドラムに近いっていう、すごいいいことずくめな感じなので、それがこの求めやすい価格帯で搭載されてるっていうのがすごいなと思いましてですね。で、あと特にですね、このスネアがダブルトリガーになってて、リムの部分とヘッドの部分で音が変えれるっていう、ちゃんと変わっているっていうのがやっぱすごいなと思いましたね。ちなみにこのオプションでついてくるキックの部分なんですけども、もともとこのペダルもついてるんですけど、自分でツインペダルやる人とかはここにツインペダルつけたりして、なんか家でも結構いろんな練習ができるなっていう感じがしましたね。ロック、ポップス、ジャズとかいろんなジャンルの音に対応できるドラムセットの音が入ってまして、中にはですね、タムがシンセになってたりとか、結構遊び心のあふれるサウンドが入ってました。電子ドラムっての利点っていうのが、僕いい音が出ることだと思うんですよ。で、逆にそれが自分がちゃんと縦のラインが揃ってるかとか、いろんなチェックがするときに気持ちよく楽しくできるっていう。で、さらにコーチモードっていうのも面白くて、メトロノームに合わせて叩くと、こちらのね OTD100 先生が採点をしてくれるっていう。で、それで僕もね、まだ何点まで行ったかな、90ちょいまでしか行けなかったんで、ぜひ皆さん100点を目指して頑張っていただけたら結構楽しめると思います。まずはこのデモソングを使って練習をしてほしいと思うんですけど、ドラムの音色のオンオフもついてて、なので最初にドラムが入った曲を聴いて、あ、こういう感じかっていうのを掴んでから、オフにして自分でちょっとアレンジしてみたりとか、もうめちゃくちゃでもいいんじゃないかって。で、そこでさらにドラムの音色変えてみたりとか、いろんな練習というよりなんか遊び方ができるっていう、なんかそれを通してなんかドラムの楽しみ方とか演奏する楽しさっていうのがそこでキャッチできたらすごくいいんじゃないかなと思います。